お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのバルーンデッキですね、はい、やっていきたいなと思います。ランバーバルーンにフリーズがね入ってる方でございます。というわけでやっていくんですけども、このデッキですね、まあ、最近すごい増えてきたというか、まあ、最近使われてるんですけども、結構前ですね、2年前とか1年半ぐらい前にすごい流行っていたデッキなんですよね。まあそれがちょっと復活しましたよというわけで、まあ今日はねやっていきたいなと思います。アーチャーがね、すごい鍵を握ってます。最近アーチャーのね使用率がすごい増えてて、まあそれは個人的感感覚なんですけども、アーチャープラスのホグライダーですね、だったりアーチャープラスのスケルトンラッシュ、まあそしてアーチャープラス、クロスボウ、そしてまあ今回アーチャープラスの、バルーンデッキというところで、まあ、なぜじゃあアーチャーそんな増えてんのっていうか、アーチャー疲れてんのっていう話をしますと、まあ、マスケット重視がね、すごい。すごい。加砲されたのがね、やっぱ一番でかいですね。これ矢波とか来んのかな？これちょっとフリーズで耐えます。いや、さては神のフリーズ。これ雪玉とか矢波とかなんか来たら泣いちゃう。いや、これメガゴ出すか迷ったなぁ。まあ、一発ぐらいならくれてやろう。坊や。よし。痛いですね。はい。そのマスキーがね、顔されたことによって、アーチャーがね、より活躍してますというか、今まで、アーチャーも、まあ、エレクトロウィザードも使われてたんですけど、やっぱ、マスキが強すぎたんですよ、マスキが。そう。遠距離の中のやつで一番優秀で、で、まあ、そんなこう、輝ってなかったというか、まあ、目立ってなかったわけなんですけど、まあ、マスケットが結構顔されて、まあ、その顔がやっぱ痛いですね。まあ、それによってこう、アーチャーだったり、エレクトロウィザードが最近、まあ、ハンターとかもですね、すごい使われてきてて、よいしょ。なんかね、より活躍してるようなイメージが、持てますというところで、いやー、紫のやつちょっと邪魔だな。いや、耐えろ耐えろ、オッケー耐えた。さあ、今回相手、ジェイバルですね。ジェイバル、これもうバルーン飛ばすだけじゃない？相手なんか体育いたっけ？この人いないっすよね。グッドゲーム。あ、やべ。なんかすげえ、赤色のジジイが一発出た。はい、出ました。ナイス。グッドゲームですね。これは特に何も意味がないグッドゲームです。で、なんかアーチャーと、まあ、盾の戦士、なんかメガゴって、なんか言い方むずいんですけど、なんかこう、パッとしないというか、まあ、なんていうんですかね、ランバーとか、なんかダークネクロ、なんかね、説明がすごいむずいんですけど、なんかこう、攻めでも、なんかめっちゃ攻めっていうわけでもないし、守りでもそんなめっちゃ守りっていうカードでもないじゃないですか。って言ったらすごい失礼かもしれないんですけど、ユニットに。なんか、まあ、なんですけども、なんかそう、この雪玉とか、タルババとかをしっかり防衛で、ガンガン使ってあげることによって、アホみたいにこのアーチャーとか、盾の選手とかが活躍していくんですよね。ちょっとそれをね、こう、よいしょ。あ、めっちゃ活躍してる、ほら。これですよね。この、なんかね、微妙な立ち位置にいるんですよね。アーチャー、盾の選手ってなんか、大活躍するわけではない試合で。まあ、なんですけど、こういうちょっとね、かけて頑張ってるユニットたちがいるおかげでね、ちょっとね、勝てます。さあ、とりあえず、このアーチャーの強さはね、皆さんに知ってほしいです。で、こう雪玉でね、守れます。なんか、思ってる以上に火力あるんですよね。で、こう、まあ、2体いるので、小物系にも強くて、まあ、しかも意外と火力も出る。で、3コスで高回転で回ってセパもできるっていうので、結構考えれば考えるほど、アーチャーってね、ぶっ壊れの立ち位置にいるんですよね。よいしょ。さあ、これもフリーズですね。もちろんのことフリーズして、まあ、メガゴかアーチャーどっちか残れば、どっちかと雪玉で耐えれますね、これも。さあ、雪で耐えて、あ、これ、バルーン行っていいかな？多分、ウィザードじいさんがいるんで、まあ、一発届かないんですよね。さあ、雪が打てないので、一発届かないんですけど、届かなくていいんですよね。オッケーオッケー。これは、届かせるバルーンというよりかは、よいしょ、そう。やばい、これ。オッケーオッケー、いや、いい。オッケー、いや、これは、もうだって、ランバルでね、勝ちましたね。はい、いい防衛です。もう5コスバルーンで、グッドゲームですね。はい、というところで、まあ、そんな感じですね。いや、ちょっとね、もう眠くて、動画今日撮るの忘れてて、はい、そんな感じでやってるんで、今日ちょっといつもよりね、あれ？解説なくね？とか、ん？雑じゃね？いや、雑ではないんですけどね、全然。そう、とりあえず、なんかね、このデッキを紹介したいなと思ってやってます。というわけで、ぜひ皆さんもアーチャー使ってみてください。めっちゃ強いですね。時代はアーチャーですね。はい、アーチャー時代がやってまいりました。まあ、エレキハンターもすごい強いと思うんですけどね、今までこうマスケが言いすぎて、
ちょっと活躍、まあ、できればもあったんですけど、こう、まあ、そう目立ってなかった。逆にその辺がちょっとね、今後下方とか来るかもしれない。何も知らないけど。さあ、というわけで、今回相手が家を作る人ですね。まあ、なので、相手家2軒建てたんで、一旦1軒だけ家を落とさせてもらいに行きますね。あ、これフリーズしちゃおう。うい、いや、紙フリーじゃねこれ、さすがに。ファイスピにも当たった。あー、やらめか。まあ、やなめ嫌ですね。僕のデッキのアーチャーにもタツの戦士にも両方やなめでやられちゃうんでね、そこはちょっと嫌なんですけども。さあ、タルユキがあるので、こういうね、小物系に対してちょっと優秀ですよという感じですね。さあ、家ですねこういう小屋デッキ久しぶりに当たりましたね。なんか五分小屋最近全然見ないですね。なんか小屋系、ババ小屋、五分小屋、オーブンかながちょっと前に下方されて、なんかタワーの HP が多分ね、全体的に落ちたんですよね。そう、脆くなったんですよね。ボロ屋になったっていうところで、よいしょ、これ行っていいな。うん、家2軒建てたんで、一旦ね、何軒か壊させてもらいに行きます。よいしょ。さ、いや、このタルババによって槍ゴブも壊す、家も壊す、バルーンが家を壊す、え、爆弾も落とす、やば、3軒ぶっ倒したっすね今ので。いやー、もうランバルするだけですね。で、なんかランバーバルーンの形を組めるので、で、そしてさらにフリーズがあるんですよね、今回のデッキ。なので、ぶっちゃけ、攻めでは結構優秀なんですよ。優秀というか、なんかもう最後の最後に攻め切るとかができるんですよね。もうランバルフリーズまで打っちゃえば。だって、ランバープラスバルーンプラスフリーズなんで、13コストかな。はい、攻めで使うわけなんで、もうそれはタワー1本折れてくれないと、まあ困るんですよって話なんですけども。まあ、なので、守れば勝手なんですよ、ぶっちゃけ。守ればね、前半の間に攻めてすげえカウンター食らうとか、なんかやっぱアーチャーとメガゴ、盾の戦士っていう感じのあのキャラなので、こうゴブリンのボムタワーがあるとか、なんかこう、あ、やべえ、相手さてはめっちゃいい行き玉してる。さあ、なんかこう守りでめっちゃ活躍するカードっていうのもいないんですよね、すごい火力があってとか。まあ、なのでこうしっかり前半とかに攻められたら、こう防衛雪玉だったり防衛フリーズとかをして、まあ、耐えていかないと、結構ね危ないんですよというデッキでございます。さあ、2回もね同じ手は食いませんよと。よいしょー。さあ、終わりましたね。グッドゲームですねというところで、いや結構ね強いんですよ。なんか盾の戦士も、まあ、言っちゃせめて活躍しねえじゃんって感じなんですけども、なんかやっぱアーチャーとかに、まあ、タルババですかね、ローリングウッドとか、まあ、ロリババとかを割いてくれるので、まあ、そこを盾の戦士で受けて、アーチャー延命からのそのまま攻め盾の戦士が強いとかが、結構あるんですよね。盾の戦士って、まあ、言っちゃ悪いけど防衛でしか活躍できないじゃん君っていう立ち位置にいるじゃないですか。いや、そういうこと言ったら本当にかわいそう。俺盾の戦士好きなんでね、結構そんなイメージ多分一ミリも持たれてないですけど、ほんまかって感じなんですけど、まあ、嫌いではない最強の言葉ね、嫌いではないよ別にっていうそんな感じなんですけども、あ、今回遅延スケロだ。まあまあまあ、遅延スケロにもね勝てたら最強でしょうっていう感じなんですけど、勝てるかな。 いや耐えて、いや、メガゴだけでもやってほしい。いや、いて、いて、あ、でもトルネサイター、相手今トルネサイターっすね。これちょっと待って、いや、トルネサイターはランバル行きたいですね。ランバル行ったらいけるっすね、逆っす。よいしょ。さあ、そう、なんか盾の戦士って意外と攻めでも強いんですよね。なんか防衛のキャラじゃんっていう感じの扱いになってますけど、意外と攻めでも強いので、ちょっと、ね、攻めでうまいことハマればいいかなと。うわー、アイスイーズの1エロ、やばくない、あれさすがに。あ、でもエロ、このフリーズ、あ、待って、全然全然だった。あ、これやばい。あ、これはアイビーズがタワーをたけ取ってからやろうと思ったけど、ちょっと痛えな。まあ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 、言うてか。オッケーオッケー。で、今回遅延スケラで、僕、スケラ受けは意外と優秀なんですよね。アーチャーもあって、タトゥーン選手もあるので。まあなんですけど、バルーンが通んないって感じですね。なので、一発この前半、キング起動されずに、入ったこのバルーンで一発はマジで大きいですね。1800を気合通りに行きます。で、ディガーもないんですよ、僕。なので、もしかしたら、逆を、攻める可能性もありますね、これは。逆攻める説あるかな。そしたら、あ、ベビーサイト。いや、あるな。これ逆
すかね。一旦逆行って、で、まあまあまあ、それは別にまだいいですよね。こっちをでも攻めたいんですね、僕としては。一旦逆に手を出すものの攻めたいのはそっち。で、これ、あれっすね。ないと早く溶かさないと結構やばいっすね。よいしょ。さあ。いや、これ、ただの選手いらない。待って、なんで？やばいやばい、待って。246になってる相手のタワー。なんで？何があった？マジで知らないんだけど。で、メガゴはベビーに取ってきたかったんで結構やばいですね。これ、ちょっと上、早めに処理します。で、ないと、ちょっとタワーに入れたくなかったんだけど、入れちゃったけど、アーチャー OP ですね。で、雪玉も OP。OK。なんか雪玉防衛でね、最強ですね。で、これ、ワンチャン、メガゴのルート強制で、バルーン施設に行きにくいみたいなないかな。いや、全然だな。さあ、皆さん、あと246、どうやって削ります？教えてほしい。これ、やばくない？ちょっと待って。246削る方法、ド M すぎん？これ。あ、雪玉で、あと8発ぐらい、8発もいらねえっすよね。6発ぐらいかな。撃てば、いける。これって、もう、レイジ落ちるから、もう飛ばしてあげて、で、メガゴね、添えるだけ相手は多分きついと思うので。で、アイウィズじいちゃん処理して、いや、いいぞ。いい防衛をしてるが、俺的には雪玉が回れば何でもいいので、あ？事故る？これ来ますね。いらっしゃい。で、これ多分、アーチャー、ポイズンが4コスですね。あえてこれで、ポイズンを打たないか。いや、それはいい判断ですね。打ってたら、さすがにこのバルーンがね、相手きつかった。で、こんなら、パッキンして、よいしょ。パッキンして、爆破届けばラッキーだけど、全然違う斧持ったやつが入りましたね。いやー、ナイス！グッドゲームですね。オッケー。まあ、チェーンスキャラに勝てれば多分何にも負けない。まあ、こっちの攻めが通りにくいんですけど、まあ、あっちの攻めもね、取んないんで、まあ、同じかなというような感じですね。意外となんか万能ですよね。アーチャーとタチ戦がまあ防衛で強くて、まあ攻めでもまあなんかほどほどにね、活躍してくれて、まあ、ほどほどになんですけど。まあそういうところで、まあランバルでね、あとしっかり攻め切れるので、まあ施設プラスとねがやっぱ一番きついですかね。それ以外にはもう本当に守って、こうやってアーチャーセパして様子見て、まあ攻めてきたら普通にね、なんかランバーとかタチ戦で受けてあげて、最悪バルーンとか来たらフリーズもあるんでね。よし、あーすげー攻めてくるな、これ。だって、俺の盾の戦士見る前にポイズン打ってますからね。まあこれは雪で、ほら、耐えてあげて。さあ今回は、相手のデッキはわからんですが、いやこれめっちゃいい、ダルババ。一発？はい、相手はメガゴ、メガゴですね。相手のデッキメガゴだ。メガゴとスケラと、ナイトでしたっけ？ナイトエレキメガゴ、ベビー、ババコヤスケラとか。か、もしかしたらボムタワーかもしれないですね。まあ、タツラ選手と会っちゃった。ああ、オッケーですね。で、これは、まあ、ランバルすれば、ぶっちゃけダメージは稼げますけど、逆サイの攻撃はちょっと怖いっていうなりますね。まあ、なんですけど、カウンター別に来ても、タツラ選手いるんで、守れます。さあ、これ相手はエレキを出してくるか。これエレキにフリーズ打ったらさすがにヤンキーかな。打ちてえけどな。打ったら1個折れる。いや、来ない。あ、やば。もう折れたっすよ。ナイス。で、1本折った。で、あと僕守るだけなんで。いや、マジで。なんか、ユニットの前役割がはっきりしてますよね。タテナ選手、アーチャー、君たちは守りだ。で、タテナ選手、君はたまに攻めに来てもいいよっていう感じで、まあ、ランバルは攻め担当で、みたいな。よいしょ。まあ、相手がスケラだとよりやりやすい説はありますけど、いや、これ来ますね、絶対。後ろからスケラ用に縦線流して、上を速攻処理します。この縦さえなくしてしまえば、別に、このタワーがスケラを攻撃してくれるんで、僕が大ダメージを受けることはないんですよ。まあ、こんな感じですね。よいしょ。さあ、で、今相手はポイズン使ったので、一旦攻めれないですね。まあ、暇なので、まあ、攻めちゃって、相手にコスト使わせてね、僕はのんびりしとこうかな。ババコヤかな。ババコアで耐える。ババコア置かない。え？ヤンキーじゃない？ちょっと待って。一発入る。しかも、これ。ああ、いや、ちょっとうざいですね。これちょっとフリーズします。フリーズして、ここさえ溶かしてしまえば、縦の選手がずっと暴れてるんで。いや、めっちゃいい防衛フリーズだと。これ一応タルババ。いらねえか。オーケー。いやー、いいっすね。まあ、スケラに対してやっぱ、アーチャーと縦の選手が優秀すぎるっていうのはあると思うんですけども。
アーチャー環境がね、皆さんぜひ来ましたのでね、アーチャー使ってみてくださいと、グッドゲームですね。はい、というわけでね、まあ今日はこんな感じでね、終わろうかなと思います。よければね、皆さんぜひ、チャンネル登録、高評価、コメント等も、よろしくお願いします。ぜひね、こちらバランスフリーズですね、使ってみてください。ではお疲れちゃんでした。またね。